皆さん、こんにちは。CXR 投資チャンネルの小山です。山中です、はい。本日のお題は、外銀リーダーが教えるボリンジャーバンドの応用編というところで、はいえー、ボリンジャーバンド開発者のジョン・ボリンジャー氏との親交のある山中さんが、ボリンジャーバンドの的確な分析方法をご紹介します。はいえー、基礎編の動画もありますので、まだの方はそちらも先にご覧ください。うんはい、ということで、応用編ですね。そうですね。はい、今日はあの、まあ、前回、基礎編の方では、 まあ、ボリンジャーバンドと、まあ、ボリンジャーバンドの,その派生指標、えー、ということでですね、パ、はいえーセント B、そして、えー、もう一つ、あのー、バンド幅というのがあってですね、はい、で特にパーセント B に関しては、ちょっと私はやや否定的な説明をしたんですけれども、バンド幅というのは非常に有用だと。はい、ただ、そのバンド幅を見た場合でも、本当にトレンドが長続きしている時には、 どうしてもそのたい焼きの尻尾の部分は取れないよねというような話をさせていただいたんですけれどもそういった部分も何とかして取れないかというようなことで2つのボリンジャーバンドを使ってですねよりその長期のトレンドも えー、取りに行くような方法と、まあ、もちろんそのメリットデメリットはあるんですけれども、はいまあ、そういった考え方もありますということでその長期のボリンンジャーバンドにつついいいて、えー、一つは説明したいと思います、はい、あとはまあボリンジャーバンドというとですね、えー、これも基礎編で説明したんですけれども、まあ、基本的にはもみ合いの状態からエクスパンションといってトレンドが出て、まあ、そしてそのトレンドが最も膨らんだところというかですね、まあ、ピークになったところが傍受というようなこと でその各ステージを追って見ていった場合にですねトレンドを、あのー、うまく使うテクニカル指標というのが基本なんですけれども、まあ、一方でそのボリンジャーバンドというのはその標準偏差の中で、まあ、いかにその過去の終値をそのバンドの中に含めていくかと。うん 1>, でまあ、あの1シグマだったらば、えーまあ、1シグマ分の標準偏差、まあ、ほぼ2シグマだったらもう95%ということで,です、ね、ほとんど入ってくるということになるわけなんですけれども、えー、そういったものをどういうふうに使ったら、えーまあ、順張り、あるいは逆張りでも、えー、使うことができるのかというようなことで,です、ね、まあ、今回はその ADX というものを併用してみたいなというふうに思います。はいえー、あとはもう一つ、えー、こちらもです、ね、ボリンジャーバンドのまあ派生指標的な使い方 なんですけれども、えー、通常、オシレーター系のチャートとい、えー、ったものを見るとです、ねまあ、特に RSI なんかで顕著だと思うんですけども上がりっぱなしの、えー、相場なんかで RSI を見ると結構上半分でしか動いていないと。 うん、つまりよく売られすぎというところで20から30ぐらいのところを考えてもそんな水準なんか行きやしないというような時にそういったオシレーター系の指標にボリンジャーバンドを使ってあげることによってですねまあどのような動きをしているときでもオシレーター系の指標をうまく見ることができるということで今日はこの3つについてお話ししていこうというふうに思ってます、はい、よりあれですねさまざまな相場でボリンジャーバンドを使ってたたいです その実践的に使っていくには、まあどうしたらいいのかっていうような、まあそのあたりの話になりますね。はいはいはい、では早速お願いします。はい、え今こちらの方にですね、長期ボリンジャーバンドの併用というふうに書いてあるんですけども、まあ前回基礎編では二十期間の、えー、単純移動平均線を使ったボリンジャーバンドという話をあの。 説明して。で、まあ、場合によっては1シグマであるとか、あるいは3シグマであるとか、まあ、そういったものを使う、えー、これ一般的な使い方で、まあ、よくあの他の方なんかもですね、ボリンジャーバンドというと、えー、20期間、まあ、あるいはその25、26っていうようなこともあるかもしれませんし、為替なんかですと1ヶ月の営業日が21なんで21使われる方もいると思うんですけれども、ここではあえてそのボリンジャー氏は20期間でいいというふうに言ってますんで、まあ、20期間だということで、えー、そしてそのまあ1シグマ 3シグマは考えずにここではもう、えー、一番基本の2シグマを使っていこうその代わりもう一つ、えー、ボリンジャーバンドにですね、はい、50期間のボリンジャーバンドを追加するということで、はい、これはですね、まあ、ボリンジャー氏が通常のボリンジャーバンドは20期間長期のボリンジャーバンドは50期間、えー、そしてこれを2つを重ねてみることによってトレンドが どのように発生しているのかということを見ることができるというふうに言っています。まあ、ここではシンプルにそのベースになっている20期間と50期間のボリンジャーバンドというところを見ていくんですけども、はい、基本的にはここに書いてある通りでですね、トレンドが発生しているときには20期間と50期間のボリンジャーバンドが重なると。 えー、つまりその重なるというのはどういうことかというと上昇トレンドの時には上側のバンド、えー、つまり20期間の上側のバンドと50期間の上側のバンドが重なっていく一方で、はい、下側のバンドはそれぞれが乖離すると。うん 一方、下降トレンドの場合には、下側の20期間と50期間のバンドが重なって、上側のバンドは乖い離していくということになりますね。トレンドの方向はもう同じよ、けれどもそう、逆側のバンドはもうどんどん離れていくそうなんです。これ、基礎編でもですね、そのトレンドが出たときに、トレンドが出てるのとは逆側のバンドが向きを変えるときに注意しようという話をしたと思うんですけども、意外とこのボリンジャーバンドのキーになってるのはですね、その反対側のバンドっていうところもあるんですけども、うん はい、ここではその同じ側のバンドを見ていく時に期間が異なるもので見ていくという、うん、えこれはあまりあの紹介されてないんですけどなかなか使い勝手がいいので、はい、ちょっとあの参考のですね、えー、サンプル図がこれなんですけれども、はい、こうしてみるとかなり見にくいですよね。ぐち、ねね、ゃぐちゃしていて見にくいと、うん、どうやって見たらいいんでしょうねっていうこともあるので、はい、と実際にですね えー、チャートを見てみましょう、えー。それではこちらのチャート、えー、日経平均株価ですね。はいえー、こちらにじゃあ、まずボリンジャーバンドを出していくんですけれども、まあ、ボリンジャーバンド、えー、BB、えー、あれ、BB、はい、ボリンジャーバンドを出します。はい、で、もう一個ボリンジャーバンドを出しますそうするとですね、最初に出したのはこちらは、えー、20の2シグマですね。はい、ですから、こちらの方を今度は、 下の方をパラメータを変えてあげる。その時に、ここの期間を50ですね。そして2シグマで OK と。で、ちょっとこれ、色が、えー、似たような色で分かりにくいので、えー、こちらの色は赤にしましょうかね、50期間の方は。赤の方が50期間。そうですね。青が、えー、20期間で、間赤が50期間。ということでですね、これ、ちょっと話がそれますけれども、 色を固定するっていうのは実は結構重要で私はですね短期中期長期とかっていうような指標を出す時に絶対に同じ色を使うんですなるほど順番で短期が青長期が赤ですですからから2本の移動平均線を出す時なんかはですね例えば短期と長期がある場合短期は青長期は赤というような、まあ、そういう使い方をしますので、まあ、ここではですねあの短期20期間を青長期50期間を赤と。 えいうふうふにまあ見ました、はいえー、それではちょっと見ていきたいと思うんですけれども、日経平均株価で、まあ、トレンドが出ているところというと、まあ、このあたりですよね、まず非常にあのトレンドが出ているのは、2020年の秋口までの、もうこれまさにバンド幅出すと、これ典型的にあの、 いわゆるスクイーズからエクスパンションそして防止というところまでが見ていけると思うんですけれども、はい、まあ要は、えー、ここのスクイーズがありで終値でもって プラス2シグマを抜けていき、ちょっとじゃあの、今の説明なのでえ、ここのところを長期やだけちょっと隠しますね。はい。えそうするとここのところでもって、えー、プラス2シグマを終わり値で超えたと。はいえー、これがですね、まあ、要はエクスパンションの合図と <laughs> えいうことになりえ、そしてこのぐん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 上がってって、そしてまあ、傍受というのはどこかといって一番広がったのがここなんですよね。で、はい、ですからここでも 本当だったらばもう、リグわなきゃいけないんですけれども、うん、まあ要はその後でも、この日経平均株価ってまだまだどん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 上がってって、はい、今年の、まあ、いわゆる2021年の年初来高値に向けて上がっていくけれども、ここをまあ要は全部取りに行くことはできないのかっていうような発想なんですね。はい、<で>を出すすんですけれども これはどういうふうに見ていくのかというと、例えばまず最初なんですけども、はい、これちょっとなかなか悩ましいですね。えー、青い線が20期間で、赤い線が50期間で、こちら見ていただきますと、どちらも似たように平行に動いてますよね。はい、で一方で、こちらは最初は全く同じ位置なんですけれども、うん、途中から乖離していく、はいで。途中から乖離していくんだけども、こっちはまだ平行になっていると。うん でえー、そうこうしているうちにです、ね、ここでもって実際に今度、上側の方の乖離も始まってしまっているので、ここは取れないです、正直言って、はい、ここは取れないです、ですから、これはもうあの、いわゆるバンド幅がこう縮んでて、まあ、もう要は本来であるならば、すでにリグってなきゃおかしいところで引っ張っていったとしても、ここが限界ですね。 クロスするところで,、ね、こ,ろで,でここからはまた乖離していっちゃいます。ですから あのここはちょっと無理なんですけれども、じゃあちょっと次を見ていくと、またここでもってスクイーズがありますと、はい、こちら見ていただきますと、前回安値と同じくらいの水準のところまで、年末に下げてきてて、まあ、スクイーズだと、はい、えそしてこのロうソク足で持って、プラス2シグマを抜けていると、20、はいでまあ、上昇期間のスタートで、また今度はエクスパンションが始まっていきます。はい、で、エクスパンションが始まってって、まあ、要はここ、防止なんですけれども、はいえー、この防止の時に、まだですね、この、 20期間の青の線と50期間の赤の線っていうのが結構絡みつくような状態で動いてますよね、うん、で一方下側の線っていうのは20期間と50期間これかなりもう距離がありますよね、はい、先ほどのは全然逆方向に動いていたというこういう典型的なパターンなんですけどもこちらは 方向は同じ平行なんだけれども重ならないでかなりこの距離を置いている状況ですね。はい、でじゃあ逆に上側の方はほぼ同じような水準で動いてるのがどこまで動いてるのかっていうとずっとこうまあ要はクロスして超えたりまたクロスして下がったりでまたクロスして超えたりなんですけれどもほぼほぼずっと同じような、えー、状況が続いている。でこのようにですね。20期間の標準の ボリンジャーバンドのトレンドが出てる方のここではまあ上昇トレンドなので上側のラインと長期の50期間のボリンジャーバンドの上側のラインがずっとまあ同じように動いているときっていうのはですね、まあ、トレンドがまだ継続しているということで、うん、このように20期間の傍受が 繰り返されていっても、実は、えー、この20期間と50期間を重ねてみることでということで、これ実はですね、じゃあバンド幅も50期間を並行してみればいいんじゃないのっていう話にまさになるわけなんですよ。はい、そうすると、えー、ここ今、20期間とこれ下を50期間にするとですね、まあ、要は今言ったことというのは、 50期間の傍受というのがどういう状況になっているのかということも合わせてみるということなんですけども、この最初の部分では結構その20期間の傍受の後に、まだ50期間では息が長い状態だったんですが、ちょっとここの部分はですね、まあ、あのなんとも非常に悩ましい状況なんですが、うん、悩ましい状況なんですが、まあ、要は、 こっち側にここに2つ山があるときに、えー、50期間の方はもう1回ここに山が来ているとただこの後なんですね要はこの後はもうずっとどん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 ここに下がってってる状況です、えー、こちらの方もスクイーズとまではいかないかもしれませんけどまあ、比較的低位で安定している状態、うん まあ、長期の方も、えー、徐々にこの下がってきている、まあ、要はそのスクイーズに向かっていくような、えー、動きというようなことで、まあ、基本的にはです、ねえーまあ、20期間と50期間の傍受、まあ、を、まあ、見るというような方法も一つですしただ単にこのようにどこまで重なっているのか、でこれなんですけど気をつけなきゃいけないのは、ここもずっと重なってるんですけど、はい、ここ横方向ですよね、うん、要はトレンドがもうないわけなので。 要はその基本的には50期間の、えー、ここでは赤い方のボリンジャーバンドの上側のラインが上昇トレンドが終わったらこれは要はここですよね、うんはい、基本的にはここなんですけども終わったらこれはもう一旦やめるという考え方で、まあ、そうするとですね、まあ、要はこの20期間だけで見るとここしか取れないけども、まあ、なんとかこの辺りまでは引っ張ってこれるかなと。 いう感じですねただまあ引っ張ってこれたとしてもこれも当たり前なんですけども本当に天井は取れないです、はい、やっぱりどうしてもその天井から下がってこないとあこれは流れが変わったんだなということは認識ができないので、まあ、あの先ほどたい焼きの尻尾の部分も取るんだというふうには言いましたけどもさすがにその天井大底を取るというのは、まあ、この手法をしてもまあ難しいと。 ただ、まあ、20期間だけを見ていると見えない部分も50期間を使うことによって見えてくることがあるので一応ですね、まあ、通常そのトレードに使うのは20期間だけでも十分だと思うんですけれどもどういう状況になっているのかを判断するという意味で まあ50期間も合わせて見て見みるとといいと思い思ますで、えー、為替ですとかクリプトなんかですと結構まあ上がったり下がったりというのはあるんですけども株価っていうのは意外とこの息の長い上昇特に米国株なんていうのは典型だと思います、はいえー、例えば SP500 なんかも、えー、まあ見てみるとですねまあおそらくなんですけれどももう この二十期間と五十期間ずっと同じように続いてますよね。はい、で、ここでもってじゃあ。 どこでもってやめるのって言ったら、やっぱりこれ、ここに見ていくとあれなんですけれども、うんえー、この50期間が一旦下がる、こういうところはもうやめるしかないと、うん、ただその後またスクイーズが起きて、でまた上昇しているという状況で、ですね、まあ、これまだ50期間が下がったとは言えないので、まあ、直近のところでのこの SP の9月に入ってからの下げというのは、まだ本格的な下げとは言えないと。うん、20期間だけを見てると明らかにまあもう センターラインの移動平均線をも下回った状況なので、まあ、どちらかというともう一旦上を見たっていうふうになるんですけどもこの50期間の,の幅の広い赤い方を見るとですねまだこのセンターラインよりも上に位置しているのでこれひょっとするとというかひょっとしなくてももう一回こうに上に行く可能性は考えた方がいいと思います。まあ、というのはこの20期間と50期間がまだ平行というよりはほぼ 重なって推移してて、一方でこの20期間と50期間、下側は相当乖離した状態での動きということで、これは長期的な上昇トレンドはまだ終わっていないという判断をするといいと思いますねいいところで止まってるように見えますね。そうです,、ね、ですから逆にあの、まあ、9月の、えーまあ、第今は3週の金曜日です、これ、収録しているのは。 はいえー、ここまで、まあ、ほぼ1週間、今週は米株はちょっと下げるというか、上値の重たい動きにはなってますけれども、まあ、あの翌週には FOMC を控えてるとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、あのテクニカルに、えー、純粋にこの長期ボリンジャーバンドという観点からすると、押しめ買いの可能性は結構あるという、まあ、そういう見方ができるかなというふうに思います。これが、まあ、長期、えー20 50と、えー、このサンプルでは週足になってますけれども、まあ、ボリンジャーバンドは冷やしてみても、週足で見みて,ても、時間足してみても、なんて見てもあの使えますので、この、えー、長期の使い方というのも、冷やしても、まあ、週足でて20周、50周というかなり気の長い、えー、動きになりますけれども、はい、まあそうではなく、例えば1時間足して20時間と50時間という使い方でもいいと思いますね。基本的に年曜、ね、動きが穏やかな、まあ、米国株とか株価指数とかのほうがいいです、ね。 よりその株価指数で、とにかく、りのせしたい、引っ張りたいという時のテクニックという感じですね。はい、なるほどですね。で、基本表示するのは、通信のみと。はい。はい。ありがとうございます。え、もっとですね、ボリンジャーバンドの使い方、取引の仕方を知りたいという方は、後編で。応用編を。お伝えしますので、はいでね、次回もぜひご覧ください。